11月14日のスーパームーンは地球の中心から3 5 6 5 1 1トル離れていて1948年以来の近さであり、次の同様の接近は2034年となる。スーパームーンとは満月または新月と大円軌道における月の地球への最接近が重なることにより地球から見た月の円盤が最大に見えることである。 天文学的に外からの視点で説明すると、太陽地球月系において、月が地球に対する近点にあると同時に、太陽と地球に対し、月が小となった時の月のことである。ただし、スーパームーンという用語は、天文学の正式な用語ではなく、先星術に由来するものである。スーパームーンとマイクロムーンの大きさの比較この反対の現象である、円天での惑星直列は、 マイケロムーンと呼ばれるが、この用語はスーパームーンほどは広まっていない。地球から月までの距離は大円軌道であるために約35万7千キロメートルから40万6千キロメートルまで変化する。近天の満月は炎天のものよりも最大14%大きく30%明るい。スーパームーンという用語は 先生術師のリチャード・ノルが1979年に以下のように独断的に定義した。軌道中で地球に最接近した新月、または満月。すなわち、地球と月と太陽が直線上に並び、月が地球に最も接近した状態。ノルはまた、スーパームーンの位置にある月は地球物理学的ストレスの原因になると主張した。ノルは、 なぜ90%という数字が選ばれたかについては言及しなかった。近年では特に最接近して近点から前後1時間以内に。なお、2016年のスーパームーンでは月と地球の距離が68年ぶりに最接近するが前述の近点から前後1時間以内というエクストリームスーパームーンの条件には該当しない。一方、スーパームーンという用語は 天文学の正式な用語ではなく、明確な定義が存在しない。類似する言葉としては、代わりに、ペリゲーシザジーやペリゲーフル、ニュームーンという用語が使われている。近点は、月が軌道中で地球に最接近する点であり、惑星直列は、地球と月と太陽が一列に配置した状態で、満月及び、新月の度ごとに生じる。従って、スーパームーンは、 上記二つの組み合わせとみなせるが、毎回完全に一致するわけではない。スーパームーンは、グラフの最下部に、最も近いマークされたポイント地球から見た、スーパームーンと平均的な、大きさの月満月周期は、月が近点かつ太陽を、従って、ほぼ毎回14回目の満月が、スーパームーンとなる。しかし、周期のちょうど半分でも満月は、近点に近づき、 その直前、または直後の新月はスーパームーンとなる。したがって、1回の満月周期ごとに3回のスーパームーンが生じる。なお、満月のスーパームーンは前日の満月周期によって、年にだいたい1回観測できるが、地球と月の位置関係によっては2014年のように、年に数回観測できることもある。13.9443と14の差は1。 18に非常に近いので、スーパームーンの周期自体が18回の満月周期の周期で変動する。したがって、約10年の間は、最大のスーパームーンが満月、次の10年間は、最大のスーパームーンが新月となる。太陽と月からの地球の海洋に対する影響は、月が新月、または満月の時に最も大きくなる。月が近天にいる時は、 潮積力はいくらか強くなり、ペリゲアンスプリング態度を引き起こす。潮積力は逆三乗速に従うため、力は平均よりも19%大きくなる。この力が最も強い時でも、せいぜい数インチ程度の影響であるという人も。ただし、各地点での実際の使用の高さは、世界中で異なる。スーパームーンの時には、 海岸侵食が増大することが明らかにされている。港湾空港技術研究所の研究チームが発表した研究成果によると、スーパームーンの時の侵食量は通常時と比較して約50%増しになることが示されている。スーパームーンによる大潮の満潮位は通常の大潮の時よりも高くなることから、浸水リスクが高く、台風などによる高波、 高潮が重なると浸食も大きくなり、沿岸部のリスクが高くなる。この現象は、スーパームーンの持つ大きな気重力によって満潮時の海水くらいの上昇に伴って地下水位も大きく上昇し、その後の海水位が下がった時にも砂浜に水が含まれた状態のままとなり、波で削られやすくなることで生じると考えられている。この現象は、 茨城県上栖市の羽崎海岸での25年間の地形観測により確認されたものである。2011年3月19日のスーパームーンはイギリスのソレント海峡での5隻の船の座礁の原因となったとも言われた。だが、そのような主張を裏付ける証拠はないという人も。2011年の東北地方太平洋沖地震や2004年の スマトラ島沖地震のような巨大地震は1から2週間以内に発生しているスーパームーンに起因するという憶測があるが深さ4 0トル以内の比較的浅い地点で起こる地震については月の引力により断層にかかる力が大きくなればなるほど地震が発生しやすくなるという学説が存在する。また東京大学の研究チームが塩栄科学士 ネイチャージオサイエンスに発表した研究結果によると1枚件以上の地震データから超積力の強い時期には巨大地震の発生確率が上昇することが示されている。なお、2011年から2012年の文献ではスーパームーンと大地震の相関関係を示す証拠はないとする説もあった。2016年11月14日の夜、 テキサス州オースティンのリンドン・ジョンソン大統領記念図書館の上空を飛行し、スーパームーンを約5時間空港に接近している飛行機。ありがとうございます。